こんにちは、かっちゃんです。しのぎです。今日は原宿に来てるんですけど、原宿といえばタピオカ、かくれんぼしながらタピオカどっちが一番多く飲めるか対決、イエーイ。これから二手に分かれてタピオカのお店を回りまくります。そしてお互いが相手のことを見つけた段階で飲んでる本数が多い人の勝ちになります。ほんと竹下通りから見える範囲内のお店という感じで、じゃあまず最初1店舗目のタピオカだけ決めてそこに向かってスタートします。はい、じゃあこれから分かれていきたいと思います。はい、じゃあ行くよ。かっちゃんさようなら、バイバイ。行きます。私はもう行きたいとこが決まってて、ずっと竹下通り通るたびに、あ、ちょっと行きたいなって思ってたタピオカ屋さんなので、そこに行きたいと思います。僕はね、パールレディがめっちゃ好きなんですよね。めっちゃ美味しいんですよね。お腹すいた。1本目は幸福堂ですかねっていうタピオカ屋さん、もうさっき言ったところのすぐ近くなんですけど、ずっとここちょっと気になってたところなので、ここに行きたいと思います。はい、こちらこの中にね入ってるパールレディ、僕は行きたいと思います。おー、おいしそう。パールミルクティーがめっちゃ美味しいんですよね。はい、買ってきました。パールレディ1杯目ですね。めっちゃ美味しい。やっぱこれは本当に美味しい。大好きなんですよね、パールレディ。ただね、氷が超冷たい。冬だからね、これはかくれんぼも兼ねてるので、次のタピオカの店舗探しつつ、つむちゃんから隠れつつ行きます。はい、ということで買ってきました。黒糖タピオカミルクティーのホットですね。1本目いただきます。めっちゃ美味しい。やばい、ありえない。今まで飲んだホット系のタピオカ、あと黒糖タピオカでマジで過去一美味しい。全然ストローで飲めるぐらいのぬるさなんですよ。ちょうどよくて、これは美味しすぎる。もうなくなる。一杯目完食。よっしゃ、次行くぞ。なるべく歩かない方がこれいいと思うから、近場でタピオカを探さないといけなくて。タピオカは探すけど、つむちゃんに見つかっちゃダメでしょ。見てください、なんか飲んでたら最初白いカップだったんですけど、ドリンクの温かみで文字が出てきました。めっちゃすごくないですか。世界中の愛してるっていう、大好きっていう言葉が書かれてるんだと思う。めちゃくちゃ可愛い。最高の一杯目出した。ってことで完食です。2杯目ね、探す旅に行きたいと思います。ここあったっけな。あるじゃん、タピオカ。はい、ウェンディーズでストロベリーミルクのホットを買いました。寒いのでホット。これめっちゃストロベリーが甘酸っぱい。道は1本だからあんま動かない方がいいんだよね、これ。どうしよう、僕今日服が目立つんだよね。この壁を使って隠れる。チャタイム、チャタイム、チャタイム。私が行きたかったお店、チャタイム見つけました。はい、ということでチャタイム見つけました。2店舗目ですね。まさかあるとは知らなかった。ってことはここにします。うん、2杯目完食です。次のタピオカの店舗を探しつつ、次飲み始めたら逆につむちゃん探しに行こうかな。行くぞ。はい、ということでチャタイム買ってきました。さっきホット飲んだので次はアイスにしました。2本目いただきます。ここら辺タピオカあった気がするんだよね。ここここここある、タピオカ。オッケー、ここで買います。お腹もいっぱいだし、ちょっと変わり種で行こうかな。杏仁にしよう、杏仁にしよう。杏仁ミルク買いました。こちらですね。サイズもいい感じです。3杯目だからこれさ、僕つむちゃん探しに行こう。タピオカがちょっと小粒なんですけど、硬くて弾力あるから噛み応えがある。うん、美味しい。あれ、いないな。もう端まで来るんですけど、いませんね。どこ？チャタイム飲み終わりました。ごちそうさまでした。3店舗目探しに行きたいと思います。4杯目どこの店舗にしようかな。もうお腹が苦しいな。絶対勝ってると思うんですよ、現時点で。どこ？待って、タピオカ屋が見つから、え、もう出口だ。これだと竹下通り出ちゃうので戻りましょう。3杯目は飲みたいですよね。とりあえずタピオカ買っちゃおうかな。すぐ近くで買おう。初めてだけど金の鳥からでさ、タピオカあるんだ。買ってみよう。冷たいの飲んだからちょっと寒いですね。あった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 。3店舗見つけたので入ります。 ありがとうございます。すごい、金の鳥からのタピオカすごくない？ちょっと金額高め、680円なんですけど、映えてる。しかもちょっと探しながら飲みましょう。はい、3店舗目、茶角荘さんのチーズクリームほうじ茶黒糖タピオカにしました。なんとか3店舗目は買えました。
タピオカのお店を一個ずつチェックしていけば会えると思うんだけど、ポッチャマいないよ本当に。うわー、いない。どこいるの、マジでどこいるの。いや、いない。ん、いた。待って、いた、見つけました。うわ、最悪。何が最悪なの。だってもう買ったばっかなんだもん、3店舗目。とりあえず、待って、ショックかもしれん。もうお腹はち切れそう。作戦としてつむちゃんを探しまくる作戦出てた。それぐらい勝ててるって自信があるんだけど。あ、そういうこと。はぁ、ゴリュー。あー、お腹いっぱい。つむちゃん2杯飲んで3杯目もしかして。3杯目ちょうど買ったところで見つかってた。なるほどね。私は、本当に見つかりたくなくて、もう移動はちょっと小走りしてた。私は見つかりたくないのでとか言って、僕ところどころしゃがんだりもしてた。あ、本当。あ、でもなんかポッチャもいるから目立つんだよね。これどこで買ったと思う。何、金の鳥から。え、金の鳥からにもタピオカある。本当に。マジでタピオカ屋さん地図で見たら全然載ってなかったじゃん。でも回ってたらさ、すぐ見つかるから。うん、タピオカ屋さんめっちゃある。さあ、僕何杯目か当ててみて。4杯目とか。正解。え、今すごいね。負けてるんだよ。確かに。僕が今回一番美味しかったところ、パールレディ。ちなみに私の一番美味しかったタピオカ屋さん、幸福堂っていう黒糖タピオカミルクティーがあまりにも美味しすぎて、飲んだ時にっていう感じで、今回の勝負は僕の勝ち。イエーイ。苦しい。苦しいけど、まあ想像して楽しかったですね。ね。いや、探そうと思っても見つからないもんだね。だって僕一回奥まで行って一往復したんだよ。うん。そう、奥まで行ってこっちまで来て見つからなくて、その間に3杯目飲み切って渋々4杯目買ってるから。かわいそうに。かわいそうに。だいたい3倍ちょっとがもう苦しいよね。うん、もう分かってる。データが分かってる。もう今日のためにタピオカ我慢してたんだよ、しまった。お。嬉しい、今日飲めて。いろんなお店飲めたしね。うん。かっちゃんタピオカって検索すればめっちゃ出てくるので、どれも本当にタピオカ企画は自信持って面白い企画ばっかなので、ぜひ見てみてください。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価。つむちゃんのチャンネル概要欄にあるので遊びに行ってみてください。よろしくお願いします。バイバーイ。